街の時間が明け暮れ果て静脈を刺しちゃって余弱な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。 どのためで嫌いでした。正しいのが通れか悩んでいりゃ、どれも不正解という落ちでした。本日の宿題は無責任な僕のことを数えない不自由な先に生きていて、どうしてこの形は時々に甘いし、悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。ここまで届かん自我読めますか。あの頃心臓は読めますか。その心を黒く染めたのは どうしてもおかしの胸元の塊は消えたいって言うんだ。知りたいって言うんだ。ここまでこの感じが読めますか。あの子の心象は読めますか。その心を黒く染めたのは置いたれなんだよ置いたれなんだよ。そのまでこの刺激が解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのままでいいんですか。おいどうすんだよおいどう。